はい。えー、おはようございます。えっ、ー、とですね、なかなかサブチャンネルの更新ができてないですよね。<laughs> あの、メインチャンネルの動画は結構作ってるんですけれども、メインチャンネルの動画作るのと、えー、まあ普通に車屋さんとしての仕事が、割と、なんか8月なのに割とバタバタしているなという感じなので、サブチャンネル。サブチャンネル僕もね、ちょっとやりたいんですけどね、普通にやりたいんですけれども、なかなかちょっと時間がなくて申し訳ないんですけれども、えー、今日もですね、まあ、ちょっと質問には回答していこうと思います。 で、今日いただいたのが、えー、よく YouTube とかで自分でショックアブソーバー交換してみましたとかの動画がありますが、えー、こういったことって、その法的に整備士の資格がいる作業のライン引きとかあるんでしょうかという質問をいただきましたんで、えー、これに回答していきます。で、この質問はですね、僕もよくいただくんですね。で、その都度回答はしているんですけれども、まあ、答えだけ言うとですね、自分の車を ま、整備する分には特に整備士の資格とは必要ありませんので、全然問題はありません。まあ、このあたり結構誤解されている方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。あの、自分の車であればですね、ブレーキの分解しようが、エンジンをバラバラにしようが、というか車を、車をバラバラにしようが何したっていいんですね。で、それで組み付けて普通にコードを走っても、問題はありません。 で、えー、問題があるのはですね、それを、まあ、事業としてする場合ですよね。仕事としてお客さんの車とかをする場合はですね、それは、えー、整備士の資格が必要になってくるということがあるんですね。で、その仕事として、事業としてする場合はですね、分解整備に該当する部分は、整備士の資格が必要です。まあ、分解整備っていうのは、えー、エンジンを下ろすとか、で、プロペラシャフトとか、クラッチとか、そうい,そういったものを交換する場合だとか、 まあもちろんブレーキパッドの交換も分解整備ですね。そういったものをする場合は整備士の資格が必要になってくるんですけれども、その事業じゃない、その自分の車を触る分には、そういったそもそも整備士の資格すら必要がないんですね。全くのドシロードが DIY で車の整備をしても全く問題はないというふうになっています。まあそういうことですので、まあ YouTube とかの動画で上がっているなんか部品を交換してみたとか、 こう車の整理をしてみたっていうのは基本的に自分の車をやっている人がまあほとんどだと思うんですよ。で、それは全く問題ないんですね。自分の車だったら全く問題ない。で、問題があるのはこう僕みたいな場合です。えー 僕が整備士の資格なしとかね <laughs>、そういった場合で、えー、人の車を整備するとか、で、認証工場としての、えー、認証を取ってない状態で、えー、こうエンジンを下ろしたりとか、ブレーキの分解整備していたら、それはアウトですよということになります。なんで、えっ、ー、と、DIY でする分は何をやっても問題ない。で、仕事としてする場合、事業としてする場合は資格がないと問題がありますよ、という区分けがされているんですね。はい。というわけで今回は、えー、整備士の資格がいる。 作業のラインについてお話をさせていただきました。で、まあ、ちょっと大事なことをお話しすると、DIY でやってももちろん問題はありません。自分の車を自分で触るのは問題ないんですが、えー、触った以上は自己責任になってきます。自分でブレーキを触って、で、走ってしまって、あブレーキを触って、で、行動を走ってブレーキが効かなくなってしまったと。 で、それはもう自分の責任になってしまいます。それで事故を起こしても自分の責任になってしまいます。で、まあ今だとですね、ネットで、その整備の、まあ僕みたいにその動画もありますし、えー、SNS もありますし、こうブログとかいろんな情報がありますよね。で、それを見ながら作業をして、で、それで作業をミスしたとしても、それはもう自分の責任になりますので、このあたり注意が必要です。まあなので、まあ僕はいつも言ってるんですけれども、ネット、 ののの知識のみで作業すするのは非常に危険な部分があります僕も動画で出してますけれども、もう細かいところとかパンパンパンと省略してるんですね。あの、細かいところっていうか、もう僕はもう、この、なんていうか、ね、作業の重要ポイントしかお話ししてないので、細かい部分の作業は、えー、動画、そもそも撮ってなかったりとか、説明も省いたりしてます。 なので僕の動画だけ見て整備できるはずはほぼないと思ってください。はい。あの、もちろん道具もいりますからね。道具もいるので、ほぼで整備はできない。参考程度にしかならないということを覚えておいてください。で、やっぱり初めて作業をするという場合はですね、誰か詳しい人が横についてもらうのが一番いいんじゃないかなと思います。もちろん、整備士の人でも頼める人がいれば整備士の人に頼むとか。 で、DIY でも本当にえ何年も自分で車いじりをしている人だったら、本当に整備士並みの技術を持っている人もいますので、そういった方を見つけてですね、見つけて、その人に教えてもらうとか、そういったことをするのが僕は一番いいんじゃないかなと思います。ついついネットで調べて、あ、これできそうだなと思ってやってしまうっていう場合もあると思うんですけれども、まあですね、まあうまくいきませんよ <laughs>。まあうまくいかないです。 えー、車の整備って本当に頭で描いた通りにいかないことがほとんどなんですよね。えー、見て、あ、このボルトとこのボルト外しちゃ、まあまあいけるしそうって思ったら、まあ思い通りにいかないということがほとんどですので、その時いかに臨機応変に対応できるかっていうのが、ここはもう経験しか、えー、ないと思いますので、その経験を持っている人に横についてもらって、えー、見てもらうというのが一番いいし、 あの、勉強にもなりますね。えー、飲み込みも早くなりますので、ぜひそういう人を、えー、見つけていただくのがいいんじゃないかなと思います。で、見つけれないっていう人は、やっぱり車屋さんに頼むとか、そういったことをしていただければいいかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、というわけで今回の動画は以上となります。また何か質問ありましたら、この質問フォーム、こちらへよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の Vlog でお会いしましょう。さようなら。